富士暮らしげのは愛媛県東温市に所在する富士が展開するショッピングセンター。現在は主に東西に伸びる2つの建物から構成されているが、当初は西側のみであり、東側の建物は2002年に増設されたものである。この西側の建物は当初2階建て屋上駐車場という構成であったためか、 屋上駐車場のスペースの幾分化を利用している、シネマサンシャインの設置には、いささか強引なところが見られる。またその影響で駐車場が、袋工事場になっている。なお、東側の建物には、屋上駐車場は設置されていない。この他本館以外に、別個の飲食店が集まるグルメアベニュー、重信や、レデー薬局やボーチェが出店している、専門店旨がある。 1993年6月30日に開業し、当初は富士重信店だった。2000年に隣接する NTT グランドの跡地を DCM 大輝重信店と共に NTT から沈借する形で土地を譲り受け、2001年に工事着手し、2002年3月1日にグランモールとグランベスタが開業し、富士グラン重信に改称。 2002年3月29日に全館開業となった。2003年7月5日、重信シネマサンシャイン開業。重信町は1960年代にユニオン劇場という映画館があったが、それ以降シネマサンシャインまで常設型の映画館が存在しなかった。2003年12月、愛媛県松山市南梅本町1303の1、にグルメアベニュー棟。 フィタ、立体駐車場が完成。2004年9月21日、茂野部長と川内町が合併したことにより、東温市となったため、所在地が、東温市の田三丁目となる。2007年9月、新グラン富士が完成。旧グラン富士には11月に、デオデオの高子店が移転し、富士グラン茂野部店として入居している。大まかな構成としては、 なお東側には DCM 大輝茂信店があり、建物は繋がっていないが、駐車場は一部繋がっている。2016年7月15日に耐震工事とテナントの大幅入れ替えを終え、リフレッシュオープンした。東館以下、飲食店、西館以下、飲食店東館西館、西館グルメアベニュー、茂信のみ、松山市に所在。1960年の映画館。 消えた、映画館の記憶を参照した。ABC-7-15 富士グランシゲノブリニューアルオープン。株式会社富士、https コロンスラッシュスラッシュ www.the-fuji.com スラッシュカンパニースラッシュニューススラッシュ2016スラッシュ PDF スラッシュ20160708シゲノブ PDF2016 年12月7日閲覧。 映画年間戦後編別撮全国映画館録1962本図書センター1999年ありがとうございます。